デニス・クライブ・デニー・ハルムは、ニュージーランド出身のレーシングドライバー。デニス・フルムと表記されることもある。ブラバム時代1965年に、ブラバムから、第1デビューし、計6戦に参加。第4戦フランス GP で4位、第6戦オランダ GP で5位と2度の入賞を果たした。翌1966年は、第3戦フランス GP で3位に入り、初の表彰台を記録。 年間で2位1回、3位3回を記録し、シリーズ4位となった。1967年には、第2戦モナコ GP で、初優勝、この時点で、ランキングトップに立つ。第7戦ドイツ GP でも優勝すると、この年11戦中2勝、2位3回、3位3回、4位1回と、安定した成績を残し、モナコ以後一度も、 ランキングトップの座を譲らず、ワールドチャンピオンを獲得。チームのナンバーワンドライバー兼オーナーのジャック・ブラバムを破ってのチャンピオン獲得劇だったが、このことは同年限りでチームを追われる原因となった。マクラーレン時代1968年の春む翌1968年、同郷出身の友人であるブルース・マクラーレンが1966年に設立したマクラーレンチームに、 ファーストドライバーとして移籍。この年は2勝を挙げ、グラハムヒル、ジャッキー・スチュワートと最後までチャンピオンを争ったが、最終2戦の連続リタイアもあって、シリーズ3位となり、2年連続のチャンピオン獲得は、ならなかった。1969年にも最終戦メキシコ、GP で勝利を挙げるが、この年は5戦連続のポイントなども響き、ランキングは6位と低迷。 翌1970年は逆に安定した成績でシリーズ4位となるが4年ぶりに未勝利に終わり、さらにはブルースが自己死するアクシデントにも見舞われた。彼の死後も残留したが、71年は安定性、速さともに欠き、勝利どころか表彰台もなしに終わった。しかし1972年には第2戦南アフリカ GP で優勝し、チームに初勝利をもたらす。 終盤の連続表彰台などもあり、最終的にはシリーズ3位の成績を収めた。1973年には第3戦南アフリカ GP で生涯唯一のポールポジションを獲得し、第7戦スウェーデン GP では優勝。最後のシーズンとなった1974年も開幕戦のアルゼンチン GP で優勝し、引退まで創世期のマクラーレンチームを支えた。 イ一を引退した後も、ハルムはツーリングカーや GT レースなど、精力的にレース活動を続けていたが、1992年10月4日、オーストラリアで行われたバサースと1のレース中、心臓発作を起こし休止、56歳だった。この際、体の異変を察知したハルムが、後続の危険を回避すべく、最後にマシンをコースの脇に止めたというエピソードが残されている。 スローダウンし、コース脇にストップしたマシンから、いつまで経ってもドライバーが出てこないことを不審に思ったマーシャルが近づきマシンのドアを開けてみると、シートベルトを閉めたまま死亡していたという。ありがとうございます。